大悟さんが、今現在無職、知識は一般的に大卒レベルであればどんな仕事をされますかってことなんですが、そうですね。でも一般的な大卒レベルで今無職だったら、僕だったら成長性が高い仕事をします。どういう意味かっていうと、自分がその仕事をやることによって、お金とか休みがどうとかってことよりかは、この仕事を1年やって、もらえるお金じゃなくて、この仕事を1年やって、自分のスキルがどれぐらい上がるかってことを考えます。なぜかっていうと、無職で一般的な大学卒業のレベルだったら、他の人よりも、まあ、なんだろう、言い方悪いけど、そっから人生上げていかなくちゃいけないんですよ。だから、ね、みんな間違えるのが、すごい人たちはいっぱいいるけど、俺は普通だからって諦めるんですけど、いや、普通だったら頑張んないとさ、差が開いてるわけだから追いつかないといけないわけじゃないですか。当たり前なんだけれども。だから自分の人生に、なんだろう、絶望してる人は置いといて、そうじゃないんだったら、その、どうやったら成長できるかなってことをもっと考える必要があるんですよ。だから目先の、いわゆるこう、お金とか、待遇とか、休みとかにとらわれるんじゃなくて、その仕事を1年やって、2年やって、3年やったら、どれぐらい自分の能力が上がるかっていう、そこで僕は考えて仕事を選びますね。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。